皆様こんにちは。今日は熊本県阿蘇久木野にあるコスモス畑の絵を描いていきたいと思います。鉛筆で軽く下書きをした後、建物や花びらの部分をマスキングインクで塗っています。絵の具で塗り始める前に10分間水につけて、木製パネルにタッカーで貼り付けています。空の雲の部分から描き始めています。暗い部分を青紫色で塗っています。時間がかかるので8倍速にしています。空を塗っています。雲の白い部分を残すようにしています。空は上の部分が濃くなるので色を付け足しています。次に山を塗っていきます。山の明るい部分を色を変えながら塗っていきます。遠くにある山は色が濃くなりすぎないよう注意します。垂れてきた余分な絵の具を筆で拭き取っています。山のふもとの部分は暗くなっているので、やや濃いめに塗っています。コスモス畑の緑の部分はテールベルト、バーナメントグリーン、ナンバー2を使って塗っていきます。暗い部分はウルトラマリンディープやバートシェンナも混ぜています。緑の部分は手前に行くほど暗くなっているので濃くしています。最初に20号の筆で書き、それが乾いたら15の細い筆に持ち替え、さらに細かいところを変えていきます。手前から奥の方へと遠近感を意識しながら徐々に描き進めていきます。
手前側を大きなタッチ、奥につれて小さいタッチにすることで遠近感が生まれていきます。円形は絵の具の水の量を多くして薄く塗っていきます。4号の筆に持ち替えて、さらに細かい部分を描いていきます。太い筆から細い筆に移るにつれて、タッチの量を減らし、あまりごちゃごちゃにならないよう気をつけます。ライトが反射して見えづらくてすいません。山の影の部分を描いています。細い筆でだいたい描き上がったら、太い筆で全体的に薄い部分を重ね塗りします。
ラバークリーナーを使い、マスキングインクをこすり取ります。マスキングインクをこすり取った後、手前の花びらの部分から色を塗っていきます。ローズマダーを薄く塗ったり濃く塗ったりすることで花びらの色を変えています。花の中心部分を後で黄色く塗るので白く残しておきます。手前の茎の部分は太陽に反射して黄色く輝いているので、パーマネントイエローレモンを使用して描いています。細かい作業が続くので、少し時間を飛ばしました。
花畑の奥に人物が二人いるので、そこを描いています。マスキングインクで白く残した部分を他の背景の部分となじむように色を入れていきます。白い部分を残しながら、なんとなく建物があるのかなと思えるぐらいに描き込みすぎず描いていきます。山の影の部分も細かい筆で軽くディテールを加えます。白の不透明水彩を使って0号の筆で鉄塔や電柱を描いています。はい、これで完成にしたいと思います。長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。Thank you.